おはこんこん、アッキーです。今回もアークモバイル実況やっていきたいと思います。よろしくお願いします。まず、持ち物、これちょっと今なんか持ってるけど、コスチューム持ってるけどこれ気にしないでほしいですね。はい、いつも通りですね。今回投げ縄は必要ないと思うので持っていきません。さあ行きましょう。今回ね、ミディアムダンジョンでちょっとね、壁がね多いところかなと思います。欲しいのは特にないかな。思考が出たらラッキー、多分出ない。はい、やります。よろしくお願いします。さあ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 、ちょっと難しいぞ。さっき課金箱をね取りに行きましょう。いや本当にね、壁がねめちゃくちゃ多いです。今回苦手な人は本当に苦手だと思う。ちゃんとね見ないと本当に分かりづらい。ここは、はい、第一の壁ですね。はい、さここね2つね壁があるんですよね。ここにもね、壁があります。はい、よいしょ。1回番ぐらいなんで大丈夫です。はい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 、ここで右と痛い。このね斧ゾーンもね意外に多いです。まあ、そんなにね斧のスピードが速くないのでゆっくり行きましょう。簡単です。さあここで第一の試練。ここね難しいです、正直言って。ちょっとはい、カプロクス、カプロスクスかな、あとケネネなんで、最初にこっち端っこ行きます。カプロのね突撃攻撃があるんで、あれを受け流します。よいしょよいしょ。この噛みつき攻撃が意外に痛いです。回復をねちゃんと取って戦います。どうしたあいつ、いた。意外に攻撃力が高いで、よいしょ。一体来ないぞ。ん？あれ？バグった？ん？どこどこ？おった。ああ、ちょっとなんかバグってた。なんかバグってたわ。はい、端っこで立て構えます。カプロが来てるから、まあとりあえず先にケレンレンをどついて、これ痛いです、意外に痛いです。はいはいはい、はい、ラストラストウェーブ、カプロが2体かな、痛いか。オッケーオッケー、よいしょ。まあここはね投げ縄でもね、このカプロの動きを止めれるんで、ちょっと私にはちょっと技術がなかったので、この前行きます。さあ上取りに行きましょう。基本的にここら辺はトラップはないです。痛い。はい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 、よし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 。この課金箱がね3つぐらいあるんですよね。ちょっと、ね、アスレチック今回やるの嫌なんでやらないかもしれないんですけど、一応場所はね説明いたします。そこっち鍵までがねすんごい遠いんですよね。ここはちょっとそれだけが、ちょっとここ壁なかったよね。よしよしよし、でこっちと羊さん、まあね道中にちょっとねレベル高いやつがいたら、インプラントだけでも、回収しようと思ってます。よいしょよいしょ。鉄製の矢か、そんなにいらないね、スタミナが。よいしょ、フラッシュライト便利です。みんなねホロサイトつけてるんですけど、私はちょっと暗いのは嫌なのでフラッシュライトつけてます。よいしょ。おいおい、マップをね全然覚えれない。このまま進む。痛い、もう嫌なやつ。酔うかもしれないので、右上見ててください。
よいしょ。うわぁ、経験値。来なかったよな、トラップ。よいしょ。まあ、多少は別にこれ突っ込んでも大丈夫。あ、こっちだ。暗い。多分トラップはなかったはずなんですよね。よいしょ、痛い。よいしょ。ここ別に寄らなくて大丈夫だった気がします。確かこう別に課金箱でもなかったから無理していく必要はないですね。よいしょ、よいしょ。さあ、麻酔弾、まあね、ありです。どんどんどん。鍵が遠い。あ、飲んじゃった。ここね、水分がすんごい取られるんで、こまめに。どっちだ、ん、あれ、こっちだわ。まだ道間違いだ。よいしょ。でここを左と。チェーン。投げ縄いらねえ。はい、ディロフォサウルスです。これね、剣で戦うのもありなんですけど、ちょっとここでね装備削られるの嫌なんで、ショットガンで戦います。ちっちゃいです。ここでね、うわ最悪だ、やべ、やっちまった。いや逃げろ。よいしょ。ちょっと酔うかもしれない、それ許してくれ。うわー、逃げろ。よいしょ。予習の時はちゃんとできたんですけど。よいしょ、よいしょ。ここね、あのフライパン持ってたら楽に、ちょっとなんで、フライパン持ってたらね、楽に倒せます。一発で気絶させれますので。よいしょ、大丈夫だね。リロードかまして、なんやで、あ、剣田中もう無理だ。俺のストレス値が我のストレス値がここめっちゃ強いです。正直言うとここめっちゃ強いです。これ。よいしょ。ショットガンで戦いたいね。やめて。当てないで、得意よ、当てないで。オッケーオッケーオッケー。こういう4ウェーブあるんですよね。勘弁してほしいですね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。なんだよ、お前。フライパン持ってこればよかった。おら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 。よいしょ。見えねえ。何、またおんのか。見えねえ。よしよしよし。ラストウェーブ。マジで見えない。くそ、ほら。これね、忘れた。盾でもね、この毒液は解除できます。解除というか、防げます。でも盾はね、極力使わないようにしてます。お前なんだよ、お前。ほらね。あれこいつ。お前がラストや。ねえ。危なかった危なかった。で、左上へ行きます。よしよしよし。即死壁あったよな、マジか。ここ即死壁あった気がする。わー出た、嫌いなやつだこれ。じじじじじじ、今行けたな。次バーンしたら行きます。
無理だ。いけるかな。たたたた。あ、無理、死んでた。危ない。水分補給大切。皆さんね、暑いんで、水分補給してください。今の私の部屋の気温31度です。死にます。次バーンでいけるかな。いける。次ちょっと何もたんとこ。 GO!OK!、OK、うわー、緊張しますね、あそこ、ほんとに。よいしょ。こっちがね、鍵あります。鍵。はい、こっち鍵あって、その前にちょっとこっち取りに行きます。まあ、大体ね、そんなに時間はかからないかなと。危ないな、これ。うん、予習の時はね、こういうちょっと面倒なとこ行ってないんで、結構目安は40分ぐらいかな。クリアは40分でクリアできたらいいかなぐらい。当たるかな。あぶねえ。ケツ危なかったね。よし、こっちで、ありますね。はい、キーです。キーゲット。さてと、じゃんじゃんいきます。よしよしよし。怖いな。相変わらず怖いな。よし。あとね、これ上行ってね、右行くんですけど、ちょっとね、ほんまに歩くだけなんで、ちょっとカットします。次スタート地点から行きます。カット。はい、初期地点戻ってきましたと。ここからキーを開けてね、次のバトルへ向かいます。これ怖いね。ね、一応ね、バックアップで撮ってました。いけるよね、ボーン。危ない。よし。はい、ここからまたね、ちょっと走りモードが入りますと。もうちょっとマスクですね。よいしょ。よいしょよいしょ。多分、即死壁はなかったから、このまま突っ切ろう。うん、OK、OK、OK。135ね。OK、OK。鼻かゆいね。まだね、ちょっと花粉症がね、来てますね。よいしょ。はい、次戦おうか。次怖いからね、体力をちょっと回復させておいて、食い物も食べといて。はい、包丁とかですね。はい、 VS アロサウルスやります。これはもうちょっとね、結構頑張ったんですけど、ハメポイントがあんまりなかったので、ゴリ押し。いきます。よいしょよいしょ。ちょっと音でかいかな。よいしょ。ちょっと FPS モードで。よいしょ。すかさずリロード。ここら辺でね、できればね、この出血防御してくるアロサウルスをね、先に倒したいんですけども、ちょっと余裕がないですね。よいしょ。どんどん回復をねしましょう。これ4ウェーブあります。よいしょ。お前だね。ちょっと画面が、よいしょ。お前だね。これね、アロサウルスめちゃくちゃでかくてね、死体がすんごい邪魔なんですよね。よいしょ。よいしょ。ちょっと音でけえわ。下げる。よいしょ。お前だね。出血ダメージしてくるアロを先に倒す。
よいしょ。え、お前じゃ、え、死んだよな。よいしょ。 OK、 はい、クリアです。わー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 、ぐちゃぐちゃする。わー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 、やめて。ほら、よし、はいはいはい、まあクリア。左ですね、ここはね、確か即死壁があった気がするんよ。どこだどこだどこだ、どこ、うわー、嫌なやつまたえどんえどん、時間かかるね、狭っ。早く早く、もう行こう、もういいわ、行くわもういいわ、攻めた感じで行こう。大津の字か、うま、大津の字か、よいしょ。あの即死壁多いのやっぱりね、嫌いだね。ライオット、うわ、これなら取りに行かなかった方がよかったね。どこ行った、あ、これか、はい、撃ってちょうだい、はい、ボンボンボンして、ボンして、間に合え。おっ、ぶね、今ね、 見ました、持っていかれたちょっと体持っていかれたね。よしよしよし、ほんでこっちこっち、ちょっと水が不足したから水辺行かないと。よいしょ。これね、一般の箱がね、めちゃくちゃ多いんですよね。あーあーあー、通り過ぎた。ちょちょちょ、もう即死壁ってなかったよね。あ、だあるか、確か。確かこのなんかトリケラトプス次なんですけど、そこにね、一個あったような気がするんよね。確か、あのね、私ね、ダンジョン更新って、いつも水曜日の朝の1時なんですよね。いつも1回やるんですけど、あの、ね、寝た寝て朝やったんですよね。ですので、ね、ちょっと記憶はあやふやというか、なんというか、東京トップスやります。はい、これね、ここに行きます。みんな大好き柱、ちっか、ここの柱にね、はめれます。はい、こんな感じでね、よいしょ、リロードカバーして、たまにこうやって抜けるんですけど、まあ大丈夫です。これね、早く消します。下よ、消さないとね、めちゃくちゃ邪魔になりますので。よいしょ。あ、この突進モードね、気をつけてください。急にね、曲がって攻撃してくる時があるんで。はい、ここ、はい、こんな感じ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 でね、やられちゃうんで、こうなった瞬間ちょっとやばい。よいしょ、これ死体処理しなくていいかな。よし、するか。よいしょ、まあそこでも詰まってくれるんで。はい、ここら辺かな。今日うまいこといかねえ。前のトリケラトプスの時はあのうまいこといったんですけどね、やっぱなんかうまいこといかんようになってるねよいしょ、まあ別に装備がハゲていくだけであって。よいしょよいしょよいしょ、ああ、うまいこといかないね今日はああちょっとうまいこといかないね今日は。よいしょよいしょ、ラスト。さあ、どこで湧くかによるんだけど、向こうに湧いてくれたね。あの突進攻撃ね、なんかずれるとき、おい、こっちこっちこっち、突進攻撃ね、なんかずれるときがあるんですよね。あれがちょっとね、私はちょっと気に入らない、異議を申し立てたいですね。あ、もうこっちどこ、これ大丈夫だと思うんだけどね。はい、ぴったりはい、あとはもうフルボッコ。これね、たまに歩いてずらされるんですけど、頑張って調整します。よいしょよいしょよいしょ。ここでね、これ続けられたらちょっとちょっとダメージが半端なくて、めちゃくちゃ痛いから。よし、あ、結構ね、はい、クリアです。4ウェーブ150。
いいね。トリケラトプスのね、このダンジョンカラーめちゃくちゃ好き。うん、テームしてないけど。テームしてないけどね。先にここのエリアの箱を漁ります。よいしょよいしょよいしょ。いいですね。順調っちゃ順調やけど、トリケラトプスのところはちょっと、まあなあなあですね。うん。まあ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 、いいでしょ。許してあげよう。防虫剤。そんないらん。防虫剤ってね、使ったことないわ。今までで。一回も使ったことない。防虫剤。なんか、アラネオモーフスをテームするときにいるとか、なんとか、ありましたね。まあ私は、先にね、サソリをテームして、やってたんで、そんなにいらなかった。ケンパで結局なんかめちゃくちゃ近づいたらね、バレるんでね、正味いらないかな。うん。はい、戦いましょうか。しょっこないな、トラップ。よし、次なんですけども、イグアノドンと、バイオニクス。はい。結構難所といえば難所なんですけど、これって意外に簡単で、はい、やります。ここで FPS モード。ここでね、ちょっと待って、しゃがみボタン。OK、しゃがみます。イグアノドンはね、すぐ気づいてこっち来るんですけど、まあ、正直、倒せます。で、バイオニクスはね、なんかわからないんですけど、攻撃しない限り、襲ってこないです。のでね、めっちゃ簡単です。よいしょ、こっち上で。足めっちゃ速いんですけど、めっちゃ体力ないです。うん、これ、ハード以上はわからないんで、ちょっと、どうか言えないんですけども、よいしょ。やばいな、これ人気あってたか。はい、ピッカー。よいしょ、はい、これね、ウェーブ性がないんで落ち着いていきましょう。ょ見にくいんだよね、このマップが。このマップというかステージが。よいしょ、 OK。 2体反応するかどうかですけど、反応はなし。はい、よいしょよいしょ。はい、クリアです。まあ、意外に簡単と。よいしょ。はい、宝箱取りに行きます。よいしょよいしょよいしょ。これ、即死壁ね、あるんで、気をつけていきましょう。別にね、これ取る必要はないです。ここ以外は。こっち方面は取った方がいいですね。課金箱と、テック、もらいます。こっちはね、行く方、おすすめします。今、止まった。びっくりした。今、なんか、止まったからさ、なんかあるんかな思ったわ。びっくりした。穴か、普通の穴か。はい。普通の箱なんでね、今回取りに行かない方針で行きます。うん、わざわざリスクをね、犯してまで普通の箱開けに行くのはちょっとね、嫌なんで。今回はスルーします。よいしょ。FPS モードを解除してと。僕 FPS モードしてやるとね、ちょっと難しいんで。初心者の人はちゃんとね、3人称視点でいきましょう。よし。さあ、残すもね、あとエリアボス2つでございます。応答時間。145。お、いいね。150のインプラントはさっき回収したので、いらないです。そう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 。こっちかね、こっちかな。ここもね、ちょっとね、嫌なんですよね。ちょっとちゃんとね、皆さんも下に何もないことを祈ってというか確認していきましょう。地味にね、これがね、撮影時間を延ばす原因となっているものですね。ありがたいんですよね、簡単なんで。ここね、右側行くの怖えな。これ行くの怖いな。アスレチックとね、嫌なやつがあるんですよ、ここに。やだな。消える足場だ。でも今回消えてね。消えてね。ラッキーラッキーラッキー。たまにあるバグなんですよ。よーし、ラッキーラッキー。本当はね、あれ消えてるんですけど、なんかバグでね、たまに消えない時があるんで。こっち何もなかったっけ。
何かあるか、何かある、あ、なんもない、ドド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 これね、たまに帰りがね起動するときがあるんで、ちょっと水欲しいな、ちょっと水欲しいな、マジで起動してんなよ、え、なんか真ん中いいだよな、え、おー起動したうわ、これトラップだわ、これトラップですわ、ちょっと待って、あのちょっとあの緊急事態なので、あのバックアップしますカットします、はい、バックアップ完了しました。ついでにね、ちょっとおトイレも行ってきました。黄色足ババやってますね、よかった、持ってきてよかった、ね、よし、いるぞ、完全に消えるってことあんねや、ほっ、まっついね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 、危なかった、今足場なかったら落ちてたらラッキー、よいしょ、はい、やります危なかったね、今の、いや、まあさ、攻めんなんかさ、途中でさ、最初はさ、消える足場が消えなかったけどさ、いざ帰ろうとしたらさ、消えるのやめてくんね、あれもう本当にね、あれトラウマなんですよね、というわけでやります、あのね、水分補給もしてきましたし、やります、名前何やったっけ、鬼子に空挺空数だったっけな、戦ですね、これね結構前の動画でね紹介したんですけども、鬼コウモリなんですけど、こっちで一方通行しか来れないんですよね、やっぱね、こんな感じで後ろ取ればもうハエ叩き後ろ取りましょう、後ろ取ってハエ叩きですね、はい、こいつねちょっとスピード速いです、ですのでね、と一瞬走りましょう、はい、一瞬走ってただ後ろから、おお、吉野の時はこれ食らわなかったんですけどクリアです、おお、ダメージ与えてきたね、はい、ここなんですけど、水分補給でいきます、ガブガブ飲みましょう、そのありがたい投げ縄、めっちゃ投げ縄入んな、はい、よいしょ、次がねちょっと正直あの得意じゃないんで、うまくいかないかもしれないですね、一応ねここはバックアップ取って何回もやってるんですよ、ですのでね、ちょっと失敗したらちょっと笑ってほしい。ここね、アラネオモーフスとカルコテリウムなんですよ。まあ、実際やった方がいいかな。望遠鏡でね、見えるかな？見えない。充電 20% だ。ちょっと待って。ちょっと充電します。カットします。はい、充電完了しましたということで、正直言います。めっちゃ寝てたあのね、寝てました、すごいね、よかったですあ、今回ね、カルコテリウムなんですけど、まあ、最初にやります、普通にやって、アラネオモーフスだけ残します、最初にね、うんこ攻撃はね、来るんですけど、この昏睡値がすごいね上昇するので、まずはねここら辺にね骨があったはずなんですけど、どこ行った、あれ、骨あったあった、よいしょ、一匹だけやったっけ、基本的にね荒根を一体残して回復するという感じで、一体だけでしたっけ、まあいいや、回復できたら、殺します、基本的にこの骨の周りで戦うイメージを持っていただけたらなと思います、近いね、よいしょ、はい、ここですね、アラネオはもう完全無視します、
はい、倒した瞬間ちょっとはめ技やそれ。昏睡がね怖いんで、よいしょ、荒根を1体だけ残しますね。回復だ、よしよしよし、まあ、準備をねしていただけたらなと。でね、これ邪魔なんで死体もあらかじめねちゃんと消しときます。ウェーブね4つあるんで眠らないようにしてくださいと。よいしょ、うん、荒根を1体残してね。よし、ちょっと怖いな、まだ昏睡してるか。長いね、やっぱカルコディウムの昏睡攻撃は。大丈夫かな、よいしょ、えい、反応速度勝負、 OK、 いただけ、 OK、 こいつは別に残してても別に妨げにならないんで、よいしょ、ちょ邪魔す邪魔す邪魔す、これ攻撃クソ痛いです、言い忘れた、うん、攻撃めっちゃ痛いです。こいつは別に、アラネオは別にそんなに邪魔だね。まあ勝手に糸吐いとくだけなんで、こいつは。よし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 、ラストウェーブ、じゃあこれ終わりか。あ、終わり、クリア。こんな感じですね。うん、この骨が大事です。よしよしよし、で150なんだ。でこれがロットかな、何が出るかな。コンバウントもいらねえ。よいしょ。さあね、まあこんな感じでね、結構いい感じのものが手に入ったのかな。まあ別に今回はちょっと外れかな。まあこの水晶は、黒水晶がね、黒真珠か。がね、40手に入ったのが嬉しいですね。あと、鉢巻き。鉢巻きじゃない、首輪だ。嬉しいです。さて、行きましょう。最後。最後だね。やりましょう。カルコティルムが帽子かぶったやつです。攻略はね、過去に出しているんで、まあ、大体大丈夫ですね。このビールの中にね、使っていると、ダメージというか、スタミナがめちゃくちゃ消費されるんで。まあ別にね、そんなに難しい。このタル攻撃結構痛いです。あとこいつね、こいつもうんこ攻撃してくるんで、極力かわしながら行きましょう。過去の動画でね、紹介した、で、まああんまりね、詳しくは、言わないと。これね、円を描くようにして戦います。あ、これね、あえて逃げる時があるんですけど、あれはね、体力を回復しているんで、ショットガンで撃ちましょう。よいしょ。よいしょ。まあ別にそこまでね、防衛力も別に高いわけでもなく、注意するべきことは、樽攻撃と運行攻撃だけですと。で、このね、横パンチも別にそこまでね、強くないんでね。うん、もうずっとこれです。うん、ずっとこれ。よいしょ。今回この子ちょっとパンチ多いね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。もうそろそろ終わりそうだ。よいしょ。さあ、あと3発ぐらいかな。このタル攻撃めっちゃ痛いです。よいしょ。うんこ攻撃。やった、こいつ。お、早いね。動くの早いね。よいしょ。待って待って。はい、というわけで、お疲れ様でした。よろしければ、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。今年中にね、チャンネル登録者、1000人目指しているので、よろしければ、チャンネル登録をしてください。毎週水曜日は、ダンジョン攻略動画。そして毎週金曜日はね、テーム動画だったり、検証系動画だったり、洞窟動画、洞窟攻略動画などを出しております。
月曜日にねショート動画やったり別のゲームを投稿する予定ですということで、最後に記念撮影します。いいねペーパーマスク、はい、写真スクショと、はい、ツイッターもやってますのでね、よろしければツイッターのフォローとチャンネル登録、高評価とコメントよろしくお願いします。リクエストも募集してるんで、よろしければコメントしてください。質問もね、返すと思うんで、よろしければ今後ともよろしくお願いします。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイなら。バイバイ。